どうも影山です。まあまあ寒い日続いてますけど、これねネギねちょっと昨日、切ったんですよね、父親がネギを切ってですね、昨日ネギを食べたというところであります。だからちょっと少なく量が少なくなってるんですけど、ちょっとね、よくわかんないかもしれないですけども、そういう状態であります。で今日はこう水曜日でですね、モチートデーということでこう酒が飲めるんでこう、楽しみでもあるんですけども、意外ともう休み前かということでね、ちょっとこう自分の中ではこう早いなと、で時が経つの早い、時間が経つの早いから、これはぼちぼちこうじゃのんびりしてられへんなっていうのが自分の正直なところですね。ということで今日は以上となります。ありがとうございます。